15本、まあ、積極的に J リーグ初ゴールを狙っている44番の品田真人です。右のサイド久保が抜けます。久保切り返したシュートーゴールー、久保が決めました。勝ち越し東京。久保建英は2年続けてここスイスタでのゴール、1対2になりました。鮮やかな切り返しからニアを打ち抜きました。谷も触ったんですがボールの勢い勝りました。ゴールキーパー広瀬から1本のボール、そしてこの切り返し、そしてシュート、あーキーパーではなくこれ味方に当たりましたか。キーパー触って最後は矢島喜一が触って